ただいま、飯は？ごめん、今日忙しくて作れてない。はあ？ありえねえだろ。しょうがないでしょ、育児でいっぱいいっぱいなんだから。仕事より楽だろ、育児なんて。はあ？育児のが大変だから。もういい、離婚だ。ねえリン。あ、なんだ。育児と仕事ってどっちの方が大変なの？ラーメンとカレー、どっちのがうまいっていう質問と似てるな。え？どっちがうまいと感じる？ラーメンかな。そうか、私はカレーだ。要は育児と仕事、どっちの方が大変なのかは人それぞれ好みの問題だってことだ。でも育児のがきついっていう人多くない？確かに育児は大変だ。四六時中子供は泣くし、移動は基本抱っこだし、夜は寝かしつけなきゃいけない。一生目も離せないし、泣いたら走っていかなければならないし、着替えもさせて食べ物を食べさせてやらなきゃいけない。0歳児の場合は 2,3 時間おきに授乳も必要だ。はあ、育児したくねえ。マジか。自分の時間なんてもちろんない。一人になることもできない。休みの日に美容院にも映画館にも行けない。報酬は赤ちゃんのスマイルのみだ。スマイルか。欲しいものも買えないし、きつい。実際に24時間続く育児不眠不安のストレスで産後うつになる人が約10-15%もいる。そんなに？ああ。だが仕事だって大変だ。まず一番は人間関係だろう。赤ちゃん一人と関わる育児と比べて、社長や上司、同僚、後輩がいる会社の方が人間関係でのストレスは上だ。職種によるが、立ちっぱなし、走りっぱなし、炎天下での肉体労働、クレーム対応、飛び込み営業、ノルマに押しつぶされる仕事もある。子育ては自分の子供の命令に従わなければならないが、仕事は他人のおじさんおばさんの命令に従わなければならない。まだ子供のがマシか。そして通勤のストレス。どうだ、仕事も結構大変だろう。じゃあリンが最初に言った通り、この質問は愚問ってことだね。ああ、それよりも問題なのは、自分の方が大変だから自分は変わらなくていい、相手が変わるべきだと思っていることだ。この考え方はいずれ破滅を招く。なんだよ。何よ。まずはお互いに相手を思いやる気持ちが大切だ。言い過ぎた。私も。確かに。愛してるよ。私も。いい話だな。リン、たまに鋭いこと言うよね。たまにってなんだよ。私はいつもいいことを言っている。今日の授業は終わり。また来てね。